今クラシック界の美女として注目されるバイオリニスト宮本恵美里さん。お父さんは世界的オーボエ奏者として活躍した宮本文明さんで、幼い頃からクラシック音楽に自然と触れ、7歳からバイオリンを始めました。14歳の時にはドイツの音楽コンクールで1位を獲得。さらに美しさゆえに雑誌でグラビア特集が組まれ、フォトエッセイ集が発売されるほどの人気なんです。いや、可愛らしい。そんな宮本さんに今日はクラシックの名曲パッフェルベルのカノンを演奏していただきます。それでは宮本さん、よろしくお願いします。生放送での演奏というのは、いや、もうとてもドキドキしたんですけれども、すごく幸せな時間でした。いやいや、こちらが幸せな時間をいただきましたけれども、でもお父様が世界的なオーボエ奏者でいらっしゃいまして、はい、小さい頃結構厳しくこう、はい、そうですね。でも普段の父はすごく優しいんですけれども、やっぱり音楽のレッスンとなるととても厳しかったですね。そうなんですか。で、宮本さんはこの夏にアルバムも発売される予定、はい、ということなんですね。リサイタルコンサートの方も、はい、秋のツアーに向けて今頑張っています。そうですね、はい、今日は朝はご飯じゃなくてパンを食べてくれました、ね、なんかこんな近くで来て本当に素晴らしい音色、どうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、これからも朝ね、この音楽テーマでね、はい、このエミリーさんの曲をぜひ皆さんにもね、親しんでいただきたいと思います。Thank you.